みんなに踏ん張る力を与えましょう。本当にここか？はい。ここは人目につきづらく、そのため見つけることが難しかったのです。かなりの規模の待ち伏せがいます。息のかかったマフィアたちが、皆連合を組んでいるようです。ここが最後の決戦の地になるでしょう。愛山兵など取るに足らん。あなたが心配すべきは、遺産そのものです。我々の考えが正しければ、その場所は共同病の中心です。気にしすぎだ、ケルシー。白髪を増やして、軍団全員の親父にでもなるつもりか？汚染のことは心配するな。俺には備えがある。遺産だ。共同病の力をコントロールできるものであり、この共同病が爆発的に広がった原因だ。軍団も欲しがっていた。わかってるさ。だからお前を今まで生かしてきたんだ。お前の本意ではないことはわかっている。ここが地獄になろうと、管理局は一切関わろうとしねえだろうからな。俺はお前たちと違う。軍団は戦いから逃げたことはない。この手で全ての敵を潰す。そのためにはどんな力でも利用する。お前もその一つだ。さあ局長、俺にカセを使え。汚染を抑えられるんだろ？なら俺に力を使ってみろ。お前のカセで俺の力を制御するんだよ。それとも手首を握りつぶされたいか？彼女を離して。随分と可愛らしい理由でカセをかけるんだな。
目的は達成したんだ。文句を言うな。枷をかけられた感じはどうですか？今のところ何も変わらねえな。使ってみねえとわからなそうだ。信号弾を放ち、下のメンバーに準備させろ。俺たちは女を食い止める。軍団に遺産は渡すものか。上等だ。かかってきな。この枷がどれだけ俺の力を強化させるか試してやるぜ。お前ら二人は自分の局長を守れ。俺が降りるまで死んでもらうわけにいかねえからな。5秒だけ逃げる時間をやろう。言っておくけど、医者の指示に従わない人間は助けないわよ。戦いには慣れています。大丈夫です。死んだ人が喋ってるの。あれ？どうして死んだ人が喋ってるの？近づいてはいけません。痛い痛い。私から離れて。この人に近づいてはいけません。俺こそが軍団だ。痛い痛い。この人に近づいてはいけません。私から離れて。近づいてはいけません。少しは役に立つ。保険としてはちょうどいい。
あれが S 級のコンビクト。局長、大丈夫？彼女にカセを使って何か副作用はない？どうにか？無傷でお会いできて嬉しく思いますよ、MBCC の皆様方。殺しに来たわけではないので、ご安心ください。私はケルシー、軍団の参謀です。今回は協力を求めに参りました。軍団の行動の目的は、戦利品として洞窟の遺産を回収することにあります。これは組織内部の事情であり、管理条例には反しておりません。そうご理解いただければ。管理局に逆らうつもりはありませんが、局長の協力が必要となります。ボスのあの気性はお許しください。軍団は間もなくシンジケートを統一するでしょう。早めに管理局と良好な関係を築いておきたいと考えているのです。そうです。聡明なあなたには回りくどいことはせず、はっきりと申しましょう。私は軍団2人目のコンビクトで、能力は精密爆破。あなたが昏睡している間に、あなたの体に爆弾を仕掛けました。力を抑えろ、ガキ。今すぐ彼女の頭が爆発するのを見たいのか？ええ。ボスがあなたを選んだ以上、彼女の選択が万全であることを保証する必要があるのです。安心してください。ボスがあなたの枷を必要とする限り、私はあなたを最後まで生かします。しかしその間に、もしあなたがボスに枷の力を用いて、制限、脅迫、あるいは軍団長を死に至らしめるようなことがあれば、すぐに爆弾を作動させます。すべてがうまくいけば、私の能力を使うことはありません。あのバイクの女、あんたらの仲間じゃないでしょ。私たちを捕まえるために軍団が雇っただけだよね。彼女はどこに行ったの？彼女は依頼を完了し、もう行ってしまいましたよ。行ってしまった？そんなはずない。彼女は私を探してるんだ。彼女が何も言わずに。どうして自分で彼女に聞かなかったのですか？その枷はあなたをそこまで固く縛っているのですか？降りるぞ。
奴らがお待ちかねだ。処分完了。